バッテンです。高2でわかる旧定大入試数学解説ということで、こちらの動画シリーズでは、分野の学習を終えた高1とか高2の方々でも解けるような旧定大の入試問題を紹介していくっていう動画になってます。趣旨としては、普段の演習で身につかないような、初めての問題にどう向き合うかっていう思考力の部分ですとか、あとは限られた時間内でどう計算を工夫していかないといけないかっていう部分、 を主に解説できたらなと思っています。今日もその初めての問題にどう向き合うかっていうところがですね、えー、結構たくさん出てくるので、一緒に演習できたらと思います。今日は名古屋大学2020年文系第2問の問題です。えー、問題文読み上げます。結構長いので、途中噛むかもしれないんですけれども、読み上げます。括弧1平面上にベベベクククトトトルルルルルル OP OQ OR ののの長長長さささイイイコココーーー を満たす愛異なる4点 OPQR がある。この時、ベクトル OP プラスベクトル OQ プラスベクトル OR の長さが0ならば、三角形 PQR は正三角形であることを示せ。過去に、空間内にベクトル OA の長さイコール、ベクトル OB の長さイコール、ベクトル OC の長さイコール、ベクトル OD の長さイコール1を満たす愛異なる5点 OABCD がある。 また、O から ABC を含む平面に下ろした水線の足を H とする。この時、以下の2つの命題を示せ。命題1ベ。ベクトル OA プラスベクトル OB プラスベクトル OC の長さイコール 3× ベクトル OH の長さ。ならば、三角形 ABC は正三角形である。命題2ベ。ベクトル OA プラスベクトル OB プラスベクトル OC プラスベクトル OD の長さイコール0。かつ、 ベクトル OH の長さイコール3分の1ならば、四面体 ABCD は正四面体である。今日はこちらの問題を扱っていきます。結構個人的にはですね、これ難しかったです。少し解ききるのに時間がかかってしまった問題で、ぜひですね、高2の方々でも分野的にはチャレンジできるので、やってみると刺激になるかなと思います。何が難しいかっていうとですね、結構条件が少ないんですよね。 条件が少なくて、かつ、示すべきもの、何を示せばいいかっていうところに対して、すぐ示せるようなものでもないと。なので、ベクトルとかはですね、ガチャガチャ式変形していく必要があって、その道筋を立てるのが難しかったですね。まあ、そういう問題もよく、実際の試験では出てくるかと思います。では、実際に解説をしていってですね、どういうふうに頭を働かせていけ,いけばいいかっていう部分を解説していきたいと思います。まず、括弧1です。 図形問題の鉄板としてですね、まあ、ベクトル使うか、まあ、座標でゴリゴリ計算するか、あとは初等期かですね、まあ、綺麗に図形的に、えー、処理するかっていう、まあ、主に3つがあるかなと思うんですけれども、今回問題設定でベクトルが与えられていて、まあ、とりあえずベクトル使おうかなと思います。まあ、座標の設定も少しめんどくさい。まあ、単円状とかも少し考えてみたんですけど、あまあ、自分の場合はあまりうまくいかず、初等期か、まあ、三角形の性質とか使っても、 最後に使ったんですけれども、最初の走り出しの部分にはちょっと使いにくかったです。もし、ここで挙げている回答以外にですね、考えついた方がいたらコメント欄にいただけると嬉しいです。はい。で、まず、ベクトルで進めていくんですけど、何を示すかですね。これが証明問題ではとても大事になってきます。今回、正三角形であることを示せ。なんですけど、 正三角形であることを示すには、じゃあ何を示さないといけないかっていう部分がとても大事になってきます。よくあるのは3辺の長さが等しいということですね。つまり PQ イコール QR イコール RP を示せば、つまり正三角形と同値になってきます。もしくは角度がですね、全部60度っていうのを示すこともあります。が、今回は長さの情報が与えられていて、まあ、OP、OQ、OR ですね。で、まあ、とりあえず、 この3辺の長さが等しいっていうことを示しにかかります。で、もう1個与えられている条件がこちらですね。ベクトル OP プラスベクトル OQ プラスベクトル OR の長さが0。これ長さの情報なんですよね。本当は、例えば、ベクトル A プラスベクトル B がベクトル C みたいな情報が与えられると、長さと向きがどっちも等しいよっていう、まあ、簡単に言うと2つ情報を含んでるんですよね。なんですけど、この情報は長さの情報。 基本的にはそのままだと使いにくくて、二乗することが多いんですよね。二乗すると、何かしらのベクトルの二乗っていうのが、ベクトル同士の内積になって、まあ、そこから計算を進めていけると。なので二乗することも多いんですが、えー、ここではですね、右辺が0、長さが0っていうことに着目すると、ベクトルの話に持っていくことができます。つまり、これ長さだけの情報だったんですけど、長さが0ってことは、つまり、この左辺の 絶対値の中身っていうのは0ベクトルなんですね。ですので、ベクトルの話に置き換わったと。よって、式変形を進めていくことができます。ベクトル OP プラスベクトル OQ イコールマイナスベクトル OR 移行してあげて2乗します。まあ、なぜこの式変形をするかっていう見通しがここで立つとすごくいいかなと思うんですけど、この式出すと今ですね、ベクトル OP とベクトル OQ とベクトル OR の長さが1ってわかってるんですよね。なので、 この式から絶対値とって二乗してあげると、ベクトル OP とベクトル OQ の内積が出るなっていうで、そこが分かるととてもいいかなと思います。最初は難しいんですけど、慣れていくとそういう見通しが立って、式変形ができるようになります。で、今話した通り、長さの二乗を考えます。これは細かいんですけど、必要条件になってきて、つまり元のベクトルが、向きが、 揃ってなくてもですね、大きさの2乗っていうのは等しくなるので、これ逆は成り立たないです。絶対値の2乗の展開ですね。それぞれの大きさの2乗。プラス 2× 内積が出てくるんですね。イコール、右辺はそのままと。で、この長さが全部今1なんで、内積の情報がわかるんですね。でベクトルの世界でこう内積って角度の情報を持ってるんですね。ですので、OP と OQ、それぞれのベクトルが成す角度の 情報がわかります。それがマイナス2分の1になるんですね。それはつまり内積の定義から、それぞれの大きさかける c o s i のナス角がマイナス2分の1。ここが今、どっちも1なんで、コサインがマイナス2分の1。つまりナス角120度っていうのがわかります。で、これは今、こういう式から出てきたんですけれども、ここにですね、ベクトル OQ とベクトル OR 残してもいいですし、ベクトル OR、ベクトル OP 残してもいいですよね。 これは元の式の対称性ですね。元の式はこういう対称性を持っていたので、残りの2つも成り立ちますよと。ですので、ここから先は全く同じ計算なんで、繰り返しは省略して、同様にしてって書いて、各 QOR と各 ROP、それぞれも120度っていうのがわかります。ですので、元の図で言うと、これ全部120度なんですね。 そうすると、これ3つの三角形全部合同になりますよね。長さが全部1、1、1。で、この頂点の内角が全部120度なんで、2辺とその間の角が等しくなって、この3つの三角形が合同になります。こちらですね。ですので、PQQRRP っていうのが対応する辺として長さが等しくなります。ですので、正三角形であることが示されます。こちらが括弧1ですね。 何を示すかっていう部分と、それに向けて式変形のですね、見通しを立てていくっていう部分が大事になってくるかなと思います。まあ結構ベクトルでゴリゴリ解いたんですけど、今解きながらですね、まあ、初等期間でもいけるなっていうのを気づいたので、紹介してみたいと思います。今、これ、それぞれの OP、OQ、OR の長さが1なんですよね。なので、O は外心と。 でさらに、この三角形 PQR の重心を G とすると、ベクトル OG っていうのは、まあ、重心公式からこうなります。つまり O をですね、まあ、1ベクトルの視点と見てあげて、この3つのベクトルの和の3分の1になるよと。でそうすると、この中身0ベクトルなんで、これ OG ベクトルが0ベクトルになる。つまり O と G は一致するんですね。 なので、O は重心でもある。外心と重心が一致する三角形っていうのは実は正三角形しかないです。これはちょっと証明が必要になるんで、ぜひご自身で考えてみていただきたいんですけれども、こういう図形的な証明でもいいかもしれないですね。こっちの方がちょっと早かったかもしれないです。っていうのを解いた後に気づいたんですけど、素朴に行くと、やっぱりベクトルで進みたくなる問題かなと思うので、 こういう考え方もあるよっていうのを知っていただけたらなと思います。では、括弧2いいです。実際の試験場ではですね、カッ1は何とか取っておきたいかなと思うんですけど、括弧コ2難しいですね。命題を2つ示さないといけなくて、今まではですね、平面の三角形の話だったのが、四面体の話、3次元になります。でも頭の中で考えるのは同じで、まず命題1っていうのは、正三角形であることを示せって言ってるんですね。 なので、全く同じで、じゃあ何を示すかというのを考えていきます。これは、正三角形であることなんですね。で、それは、括弧1で示すものが同じですね。ですので、これもですね、実際に初めての問題を解く上で大事になるんですけど、誘導。つまり、その問題で与えられた条件ももちろん使うんですけれども、誘導。つまり、この問題で言うと、括弧1で示したことが、 使えるかもしれないなっていう頭は必ず持っておくといいかなと思います。つまり問題は、これ問題にもよるんですけど、基本的につながってることが多いんですね。カッコ1で示したことはカッコ2で使っていいですし、使うことも多いと。カッコ2で示したことはカッコ3で使うこともある。まあ、経験あると思うんですけれども、そういうどうやって今示したことを使えばいいかなっていうのは考えておくと損はないかなと思います。 で今回特にですね、示すものが括弧1と同じなんですね。つまり正三角形であることを示す。そうすると、括弧1と同じ条件が成り立てば、正三角形であることが言えますよね。どういうことかっていうと、今回この三角形 ABC が正三角形であることを示せって言われています。で、括弧1では PQR だったんですけれども、どういう条件が成り立っていたら正三角形であることが示されたかっていうと、中の点から3つの頂点に、 伸ばしたベクトルですね。この和が0ベクトル。まあ、つまり長さが0。今回の三角形でいうとこれですよね。これと、このそれぞれのベクトルの長さが1であることを言えば、この条件が成り立つならば、三角形は正三角形になるよっていうのがカッ一1の主張でした。ただ、今回、これはまあ示そうかなと思うんですけど、これ1になることがないんですよね。それぞれの長さが。 なぜかっていうと、括弧コの条件から、この OA、OB、OC が1なんで、この H がですね、O と一致していないと、この AH とか BH とか CH っていうのが1になることがないんですね。1より短くなります。ですので、全く同じ条件にはならないんですよね。ただもう少し粘ります。括弧1で、長さが1っていう条件を与えられてたんですけど、これ、 正三角形であることを示すのに本当に必要なのかなっていう、ちょっと疑いの目を持ってみます。そうすると、カ1の計算を振り返ると、実はですね、この3つの長さが等しいっていう仮定があれば、コサインマイナス2分の1っていう結論が出てくるんですね。振り返ると、この式からですね、まあ、長さが全部1なんで代入して、マイナス2分の1っていうコサインが出てきたんですけれども、 これすべて長さが等しいって思うと、ベクトル OP とベクトル OQ の内積が、マイナス2分の1、ベクトル OP の長さの2乗と。それがここにくっつくんですよね。で、ここもベクトル OP の長さの2乗になるんで、キャンセルされて、マイナス2分の1って出てきて、120度って言えるんですね。なので実は、長さが1っていう条件は、正三角形であることを示すのにはいらなかったんですね。 つまり何を言ってるかっていうと、この長さが別に1じゃなくても、長さが等しければ、こういう相似な三角形になっていって、全部正三角形になるよっていうことなんですね。ですので、今回示すべきことっていうのは、括弧一1の条件から少しマイナーチェンジして、まずはこの条件、括弧一1で使った条件と、それぞれの長さが等しいっていう、この2つを示せば、今話したことを使って、 カッコ1と同じ議論が成り立つんですね。ですので、正三角形であることが示されると。これが、この問題の道筋になってきます。ここはとても難しいんですけれども、最初に何を示すべきかっていうのをクリアにした方が、こういうベクトルの問題とかはですね、式変形がとてもぐちゃぐちゃになっていくので、おすすめです。最初に考えてみると。ではですね、それぞれ順を追って証明していきたいと思います。 まずはこの式ですね、示していくんですが、カッコ与えられた条件がこれ。つまり全部視点が O なんですね。ですので、無理やり視点を H に揃えに行きます。そうすると、例えばベクトル OA は、ベクトル HA- ベクトル HO。そういうふうに全部 H に変えて、こっちもですね、ベクトル OH の長さっていうのは、ベクトル HO の長さ。つまり、逆ベクトルの長さに等しいと。これ整理すると、こういう感じになります。 でここがですね、なんか、揃ってそうで、いい感じだなって思います。で、さっき話した通り、長さの式っていうのは、基本的にそのままだと処理ができないので、両辺二乗してあげます。そうすると、こちら。で、左辺を展開すると、9× ベクトル HO の長さの二乗っていうのは、この左側も出てくるので、そこがキャンセルされて、この式が成り立ちます。つまり、ここの、これ塊と見ます。示したいものなので。で、これの二乗マイナス、 2× かけるこれかける ×3× かけるベクトル H を。なのでこの式が出てきて、で、まだ H が彗星の足っていう情報を使ってなかったんですけど、ここで活躍します。つまりこの内積っていうのは、ベクトル H とそれぞれのこの内積になっていくんですけど、それぞれの内積が0になります。なぜかっていうと、OH とこの平面 ABC が垂直なので、垂直条件ですね。内積が0と。 ですので、ここ、実は0でキャンセルされて、この式が出てきます。2乗が0なんで、2乗とっても0ですよと。これで1個目が示されます。では、2つ目。それぞれのベクトルの長さが等しいっていうのを示したいんですが、それは、この図からほぼ明らかで、ha の長さっていうのは、3平方の定理から、o a の2乗マイナス oh、この高さの2乗のルートと。 で、これ HB も HC も同じなんですね。ここが全部1なんで。ですので、3つが等しいっていうのが成り立ちます。これで2つ目が示されます。ここで、舞台は整ったんですね。あとは、カッコ1の議論をそのまま使ってあげると、最初に戦略を立てた通り、証明が完了します。つまり、少しずつ端折っていくんですが、カッコ1の議論と同様に、○3 から、この中身が0ベクトルってことがわかるんで、1つ移行してあげると。 で、両辺二乗して、この左辺を展開して、内積の式に持っていくと。で、この中身は、これすべての長さが等しいんで、ベクトル HA の長さに揃えてあげると、マイナス二分の一、この長さの二乗っていうのが出てきます。ですので、コサインっていうのが、大きさかける大きさ分の内積。で、この大きさが全部キャンセルされて、マイナス二分の一と分かります。ですので、コサインがマイナス二分の一ってことは、角度は120度。 で同様にして、二つの角度も120度なので、括弧1と同じ議論。つまり、三つの三角形がまた合同と。三角形 AHB、三角形 BHC、三角形 CHA が合同。なので対応する辺として AB イコール BC イコール CA。なので正三角形と示されます。カッ1と同じことなんで、 実際は、こんぐらい省略してもいいのかなと思います。で、これも初等期間の別解を思いついたので紹介すると、まあ、カッコイと同様で、外心と重心を使っていくんですけれども、まあ、この式は証明されているとします。で、ここから H が外心っていうのはわかります。じゃあ、重心であることをどう示すかなんですけれども、三角形 ABC の重心を G と置いておくと、OG っていうのは3分の1。 それぞれのベクトルの和。なので、ベクトル OG の長さっていうのは、3分の1のこの同じベクトルの長さになるんですね。で、これって今問題から3かけるベクトル OH の長さなので、ベクトル OH の長さと一致するんですね。で、これは何を意味するかっていうと、O っていう点から、この ABC に下ろした水線の足が H なんですよね。 つまり OH っていうのは点 O から平面 ABC までの距離。で、これは O から平面 ABC に引いた線分。例えば適当にこういう線分。あらゆる線分の長さ以下になってますよね。つまり O から平面 ABC 上の点までの最短距離がこの OH の長さと。で、これとベクトル OG が等しいってことは、これ G と H 一致してるんですよね。 つまりそういう最短距離になるような点っていうのはこの水線の足1個しかないのでその距離と等しくなるってことはこの G が H と一致しているはずだと。なので H は重心になると。よって外心でもあり重心でもあるのでまた正三角形であることが示されます。っていうのが初等期何での別解かなと思います。結構この命題1が結構山場かなと思うんですけど命題2もですね、まあ、最後までここまで来たからには 命題にも取りたいですね。命題に、も今までと全部一緒で、正四面体であることを示せって言ってるんですけど、じゃあ、そのために何を示すかっていうところですね。それは、何が言えたら正四面体なんだろうって考えると、すべての辺の長さが等しいっていうところなんですよね。で具体的に長さがあるので、まあ、辺の長さをですね、具体的に求めていけばいいんじゃないかっていう作戦で進めていきます。さっきと同様で、誘導ですね。これも、 この一つ目で示した命題。つまり、底面、ABC が正三角形になるんじゃないか。えつまり、問題文見てみると、命題1っていうのは条件が与えられて、その時に正三角形であることを示したんですよね。で、二番目の命題では、この一個目の過程っていうのは成り立ってないので、この三角形 ABC が正三角形であるっていうことは、あからさまにはわかりません。 で、これ最初から使ってはダメです。なぜかっていうと、ちょっと最初に戻るんですけど、こちらですね。命題1っていうのは、この過程のもとで正三角形になるっていうことを示したんですね。で、命題には違う過程が与えられているので、これが成り立つかどうかがわかんないんですよね。ですので、最初からこの結論が成り立つわけではない。っていう、ここだけ、えー、ぜひ注意してください。ただやっぱり、今示した、せっかく示したことを誘導だと信じて、 使いたいなと思うんで、この一つ目のですね、命題の仮定の形を示していきます。つまり与えられた条件はこれなんですけど、これと、このベクトル OH の長さの情報が与えられていて、そこから、この一つ目の命題の仮定を導くと。で、これはですね、結構道筋は似ていて、これ長さが0なんで、またベクトルの情報に持っていくと。で、移行して、で、こっからはですね、このベクトル、 これの長さについての式が欲しいと。なので、長さを考えてあげると、この長さがベクトル OD の長さと等しくなって、これが1になります。で、今、ベクトル OH の長さは3分の1なんで、この式成り立つんですね。このベクトル OA プラスベクトル OB プラスベクトル OC の長さっていうのが3倍することのベクトル OH の長さになってるよと。ですので、命題1の形が出現します。これを今作りに行ったんですけどね。 ですので、命題1の結果から、三角形 ABC は正三角形。で、さらに、今示した、命題1で示した議論を振り返ると、もうちょっといい条件があって、正三角形であり、さらに、この H とのナス角ですね、これ全部120度っていうのが、証明途中に出てきたんで、これを使ってあげます。つまりですね、この HA、AH、HB、HC っていう、それぞれの長さっていうのは三平方の定理から、 今回この縦の長さが分かってるんで、3平方の定理から3分の2ルート2っていうのが出てきます。ここが全部120度なんですね。で、この長さが分かったと。そうすると、A, B, B, C, C, A の長さっていうのが出てきて、これは予言定理ですね。つまり、2つの辺とその間のなす角が分かっている。その時にもう1つの辺の長さが分かるよっていうのが予言定理でした。それで計算してあげると、 ab の長さが3分の2ルート6。で、これが他の2辺とも等しいよと。まあ予言定理でもいいですし、ここは初等期間で考えても大丈夫かなと思います。つまり、結構綺麗な三角形で、ここ二等辺三角形でここ120度なんで、推線を下ろしてあげると、ここが30度60度90度の三角形になるんで、ここが2対ルート3。で、こっちも2対ルート3なんで、この ha の長さ、 これをルート3倍すると、この AB の長さになります。それでポンと出してももちろん OK です。今示すべきことっていうのは、静止面体であることを示せなので、辺が6つあるんですね。で、6つあるうちの今3つを攻略しました。残りはあと3つ。D が絡んだこの DA、DB、DC が同じ長さにあるっていうことを示せば OK なんですけど、一つまだ分かっていないことがあって、 D がどこにあるんだ問題があるんですね。つまり D と O と H って一直線上にあるのかっていうのがまだわかんないんですね。OD の長さっていうのはわかっていて、これ1なんですね。まあ、D っていうのはどこにあるかわかんないんですけど。で、O から平面 ABC にい引いた水線の足が H なんで、この DOH が一直線上にあるかどうかがわからないと。でもなんとなくあってほしいなっていう。あれば、この DA、DB、DC が 計算しやすくなるんですよね。なぜかっていうと、この DOH っていうのが平面 ABC と垂直になっていって、三平方の定理とか使えそうだなっていう、そういう考えで進めていきます。今、丸3。まあ、つまり、このベクトル HA プラスベクトル HB プラスベクトル h c の長さが0だったんで、これ0ベクトルなんですよね。で、これを O を視点にまた変えてあげます。で、そうすると、ベクトル OH、 をベ、ベクトル OA、ベクトル OB、ベクトル OC で表すことができます。それがこちらの式ですね。つまり足して3分の1すると、ベクトル OH になってるよと。でこれ初等期間で考えても、結構自明で、今 H っていうのは水ちゃんを下ろしたんですけど、HA、AH、HB、HC の長さが等しいんで、これ外心なんですね。で、三角形 ABC って正三角形なので、正三角形の性質から、外心は重心と一致します。 ですので、重心なのでこの式が出てくるっていう、そういうのを考えてもいいかなと思います。で、丸五の式。つまり、ベクトル OA、ベクトル OB、ベクトル OC、ベクトル OD、足して0ベクトル。なので、移行してあげて、ベクトル OD も、ベクトル A、ベクトル OB、ベクトル OC で表せます。この2つ見ると、よっしゃーと思うんですよね。なぜかっていうと、ベクトル OD がマイナス3倍のベクトル OH になると。これ、共線条件で、一直線上にあることがわかります。 で、しかも、辺の長さの情報までくれてると。つまり、DH っていうのは OH を4倍すればよくて、3分の4と。まあ、これ、考えなくてもですね、まあ、この長さが1でこれ3分の1なんで、えー、これわかってるんで3分の4っていうのはすぐに出てきます。よって、DA の長さは3平方の定義から計算することができて、3分の2ルート6と。で、同じ長さになるんで、OK と。ここがもし、 3分の2ルート6じゃない数になっちゃうと、どっか計算間違いしてるので、まあ、そこで気づくこともできます。まあ、それが最初に道筋を立てるっていうことの良さかなとは思います。同様にして残りの2つの辺の長さもわかるので、ここでめでたく6つの辺の長さが等しくなって、正四面体であることが示されます。結構しんどい問題だったなと思いますけど、思考力、その初めての問題にどう向き合うか、 最初にどう見通しを立てるかっていう、えー、訓練にはいい問題かなと思うので、えー、ぜひですね、また復習してみてください。あともう整理しながら復習してみてください、えー。では今日もお疲れ様でした。ありがとうございました。